はい、もうコフィットネスです。まあ、ツイッターとかでは、ちょっとつぶやいてたんですけど、もう、トレーニングルーム、まあ、サンルーム。もうね、収集が効かなくなってたんですよ。っていうのは、所詮サンルームなので、半分外っていう感覚なんですよ。だから、サンルームに木製の棚とか置くと、劣化が半端じゃなくて、もうね、ぐずぐずだったんですよ。で、汚かったし、ここでいつも撮影撮ってるんで、まぁ、ちょっと一旦リニューアル、しようかなと思って。で、今終わったんです。だから今日はトレーニングルームツアー。ネタがない感がめちゃくちゃ出てますよね。まあ、そんなこと言わずに見てくださいよ。で、綺麗になったんで、まあ、早速、格好つけて、ちょっと男の隠れ家的な感じでコーヒー飲んでるんですけど、まあ、暑いですよね。やってみたはいいけど、これ5分持たない。これ真夏だったら死にますよ。格好つけながら死ぬ、明日のジョーの主人公ですよね。もうリングでこうな。はい、始めましょう。サンルームトレーニングツアーということで、今映してます。はい、いかがでしょうか。はい、ここでいつもちょこっと雑談、今度から逆になったんですよね。要するに映す配置が。はい、でルックあります。いつもはちょこっと雑談こっち向きで見えてましたよね。はい、外が見えてましたよね。で逆です。今回は逆になったんです。はい、こんな感じですね。まあ、この配置は変わらないんです。はい、でグロータック、はい、負荷付き4本ローラー、そして昇降機、これ本当にマジ最高です。はい、まあ、これレビューする必要あるかな。あのね、ズイフトっていうゲームで上りになると、昇降するんですよ。そんなの分かってますよね。ただもうそれ以上もそれ以下もないんです。だけどもうこれつけたらね、やめられないです。はい、で、ね、ここが窓で、そうですね。はい、ヨネックス。はい、じゃあ本題行きましょう。はい、全貌がこんな感じですね。はい。こんな感じね。はい。はい、じゃあまずね、大したことじゃないんですけどね。はい。でまずここにダイソンの掃除機で、そこにね、いろんな参加してきたパンフレットね、どっか衛星とか行ってもらったパンフレットがね、捨てらんなくてこうやって取ってあります。はい、はい、で僕の大好きなダース・ベイダー、はい、でこれが僕の大好きな毎年買ってる、カレンダーですね。ツールの選手たちの、はい、カレンダーです。はい、でここ来まして、はい、でここに、靴並べました、下に。はい、でこれ誕生日に買ってもらった自転車の、自転車細工、光るんですよこれ。はい、でここにねグロータックの、スイッチ、これで電源入るんです。ここに僕ははめてます。でこの自転車の模型の裏に、各システムのスイッチ関係がここに入ってます。あるじゃないですか、タコ足配線を隠すボックス見えるかな、うん、それを購入して目隠してます。で下にカラーボックスで、一番下がタオル系ですね。はい、汗拭き系で、今ここにこれあるんだけど、これは実際ないです。はい、はい、でこれね、今回ね、これね
Amazon で購入したんですけど、これほんと便利。はい、引き出し、これ専用の引き出しなんですよ、これ3つ。はい、でまあ2段目に入るんですけど、ここに、ウエスで、ここに、僕ね、絶対ね、自転車ね、リストバンドするんですよ。汗拭けて、これ便利じゃないですか。結構皆さんね、してないんですけど、僕ね、これおすすめですよ。はい。で、サイクルキャップって言わないか。これは、うん、インナーキャップか。で、手袋ね、冬のやつとかです。はい。で、ここが、サイクルジャージ上下。はい。で、この奥に、やっぱりサイクルジャージの内側ですね。今冬だから、モンベルのインナーショーツ。はい。で、あと靴下とか。はい。まあ、模様替えするとね、夏冬でまた中身変わってきますけど、だいたいこの感じで3つ入れてます。はい、3段目。ですね。まずそこにサングラス全部立てかけてます。はい。ポック大好きなんですよ。はい。一応僕のサングラス、これですね。はい。で、ここにパンクの、してもね、すぐ取り替えられる、ストックしてあるタイヤと、チューブ。はい。で、ここに BOSE の、スピーカー。これめちゃくちゃ音いいです。もう買ってね、10年ぐらい経つんだけどね、未だにこれ最高ですよ。はい。で、ここに、これ。まあ、前の動画でも言ってますけど、これ長押しします。光った。はい、これ、光りましたよね。はい。要するに、こういうことなんです。まあ、知ってますよね。はい、ここにノートパソコンを置きます。はい。ここにズイフトを置きますよね。で、向こう正面、こうやって見えますよね。はい。これで光が浴びれられるんです。はい、前言いましたよね。運動しながら、光を浴びる。はい。まあ、朝だったら、太陽がもうお日様がこうやって出てる時、時間帯だったらいらないんですけど、僕、早朝トレするんで、まだ暗いんですよ。で、その時に、もう、体内時計をリセットさせます。させる時に、運動して光を浴びると、リセットも思いっきりかかります。すると、睡眠効果が、夜、かなり向上します。なので、僕は絶対に、ここで光を浴びながら、ズイフトを早朝します。はい。で、奥に、イケメンと、モコです。はい、もうこれ以上語りたくないです。はい、で、ここにいろんな、今ぶら下げてます。はい。これ、ソニーの、スピーカー。はい。で、ここにサイクルキャップかけて、ここのカペルミュールの中には、ね、胸バンド。はい。ここにぶっ込んでます。はい。で、DVD、ツードフランス。前はよく見てました。最近はもう見てません。もう本当にエセロードバイカーですよ、僕本当に。はい。で、ここに、まあ、いろいろなね、まあ、これはどうでもいいですね。はい。まあ、そんな感じで、かなりまとまりました。トレーニングね。なんかもう、この辺すごい汚かったんですよ。で、なんとかまとめられました。はい。はい、いかがだったでしょうか。まあ、大したことないですけどね。一応、まあ、ちょっと、ちょこっと雑談で映ってたので、まあ、気になった方のために、出した動画です。まあ、参考になったかどうかわからないですけど、まあ、僕もこれ取り入れてみようかなって思いましたら、ぜひ真似してください。まあ、もっとね、すごい人いっぱいいるんですよ。僕なんかよりも。はい。ねえ、で、そういう方を見るとね、やっぱり僕が参考にしてるぐらいなんで、はい。まあ僕も少しは、ちょっとは、こう、まとまって、自転車部屋っぽくなったのかなっていう感じです。はい。はい。まあそんな感じで、今日は、トレーニングルームツアーでした。まあ、ですね、今日はこんな感じで終わりにします。で、いつも通りですね、ちょっとでも楽しかったら、いいね、チャンネル登録お願いします。そして下の概要欄から SNS チェックしてみてください。それじゃあまたお会いしましょう。バイバイ。